カズ様が選ぶ飛騨宮古島コミュニティ第5位はですね、ライフタイムパニック、第4位は、これはもうなかなかマニアックになってくるんですけど、最近のね、新型の機能で、レイボーピープル。第3位はですね、ワンシーズン。第2位は、マニアックになってくるんですけど、コーラルゲイザー。第1位は、ドルル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 ル。僕の中での1位は非常に思い入れがあって発表させてもらっていいですか。どうぞ。まあ作成者は違うかもしれません。僕の中ではブルーホリック。カズ様が選ぶ飛騨宮古島コミュニティベスト5、はい、じゃあ第5位からいきましょう。はい、第5位はドラムロールでもないの。第5位はですね、ライフタイムバディ。何色ですか。黒でお願いします。さっきオレンジ言うてたけど、ライフタイムバディのオレンジでお願いします。出てくるんですよ。これはやっぱりね、思い出を語ると、1回目かなんか2回目かなんか行った時に俺は持ってなかったのに、一部の人間が来てたんですよ。あの部長を含めて。違うね、あれはなんか お嬢を、うん、そう何やったっけ、お嬢をこう、うん、なんか慰めるためにそうそう、お嬢がなんかね、うん、特別になんか店を予約してくれて、うん、なんかあのもう今はない店ですけど、お嬢へのサプライズやったっけ。そうなんですよ。それで本当にごくわずかだけ作ったのを、うん、このおっさんがすねたんやね。そう俺は持ってんねんけど、そうそれで僕はもう、あ、仲間入ってへんなと、ライフタイムバディがないんかとということで、ちょっと特別に分けていただいて、今日はあのオレンジライフタイムバディの方を2つ目です。生涯の仲間になります。はい。これ第5位で。長いな。5位やで、まだ。はい。じゃあ、続いて第4位は、ドルドン。第4位は、これはもう、なかなかマニアックになってくるんですけど、最近のね、新型の機能で、レインボーピープル。レインボーピープルです。はい、レインボーピープル。僕はこれどっちかで黒の方が好きなんですけど、レインボーピープル。まあ僕は黒も白も持ってますけどね。本当のマウンティングでした。これマウントですよ、マウント。ちなみに僕、私ではっきり数えてないんですけど、飛騨コミュニティは延べ多分30種類以上出てると思うんですけど、スタッフフィードする含めて僕は20種類は持ってるんですけど、部長は何枚くらい持ってるんですか。僕もでも20ちょいぐらいですよ。はい、20ちょい持ってきてるすごいですね。すごい。第3位ですね。ドルドン。第3位はですね、ワンシーですね。ワンシーでなかった。ワンシーありました。ワンシーですね、はい、結構シンプルなんですけど、はい、ちょっとねこの頃は多分おそらく TBS さん代表自体がティダーのあれもちょっと疲れてきてて、はいはい、急いで作ったと思うんですよ。いや違うよ。違う。これ一番時間かかるない、うん、これ。でもシンプルじゃないですか。このデザインどんだけ時間かかってるんだけど、そう僕会社の中でこう、うん、あのなんかデザイン選考みたいに一緒にやりましたもん。ワンシーグ3位ってどういうの作成者として。僕は作成者としてはワンシーグ1位ですけどね。あ、そうか。一番手間と愛情かけてるから。うん、思いもあるからね。あ、そうか。僕はその辺ちょっと分かってなくて、シンプルだけど好きだなっていうことで、はい、ちょっとこの頃は僕は代表ちょっと疲れてたのかなと。疲れたけど頑張って作ったなっていう印象が。頑張って作ったかな。どうですか。何目線や。疲れてたといろいろね。ティラをどうこれからどうするんかとか。いやいや、もうやめるって言ってた。そうそう、だからそう。それが、あ、だからそのシンプルだし、そのワンシーっていうこの。なんちゅうの単語が結構気に入ってグッときたの覚えてますね。僕のところでも結構好きです。はい、第2位はマニアックなことですけど、コーラルゲイザー。おー、赤のやつですね。これは多分ね、はい、僕としてはすごい思い出が、間違えてごめんなさいですけど、多分コーラルゲイザーが出た時に下にいろいろ入ってなかったから、文字が、うん、そうでしょ。これね、コーラルゲイザーってその、口でみんながね、日焼け止めは注意しましょうとか、
サンゴの発火は注意しましょうとか踏まないようにしましょうとか言うけど、それみんなでコミュニティできるじゃないですか。で街を歩いてる時に実はこのサンゴとかはちゃんと宮古島から遊んでるだけじゃなくて、宮古にも何か還元できないかみたいな思いを聞いたんですよ。サンゴを守りましょうということで、コーラルゲイジャーが僕実は2位です。これさ、コーラルゲイジャーの時の、うんうん、なんやスタッフティー、これ、うん、ほらライフタイムバディ、これやな、はい、緑ね、で、これほら、うん、F がこれ黄色になってる、うん、はい、これ背中がこれほら、あースタッフティーね、うん、背中がこうなってて、これ黄色のやつをたどっていったら、うん、F でしょ、うん、これがね正式な最終ロールアウト版やから、おお、そうそうそう、でこれをたどっていったらこうリーフになるね。あ、すごい、そういう隠れたメッセージが、フォーリーフね、楽しいですね、はい、じゃあいよいよ来ましたね、はい、第1位はドルル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 僕の中での1位は非常に思い入れがあって発表させてもらっていいですか。どうぞ。まあ作成者は違うかもしれないですけど、僕の中ではブルーホリック。おお、全然思い出ないわ。僕ブルーホリック好きで、これ僕の記憶が正しければですよ、2016年に僕の新人が初参加で参加させてもらったみたいです、気に入りまくって来年からも絶対来るって言ったのに、残念ながら他界しちゃったんですよ、休止で。その翌年だと僕の記憶では。でそこの中にいろいろなその文字が入ってて、その中に僕が頼んでもいないのにヒッキーっていう文字が確か入ってたような気がします。入ってない。ブルーホリック見てください、こんなに試作してるんです。すごいすごい、名前入ってなかった、そのスペシャルサンクスの感じで。これね、これ最終ってことこれいっぱい作ってるじゃん。いっぱい作ってる、全部すごいすごい、ブルーホリック見せたけど、これね、このぐらいの種類って言ってるね。僕の中で個人的に色も好きですし、その青の中毒みたいな感じですごい気に入ってる。だから実はもう持ってくるのは毎回ブルーホリック。これ入ってるでしょ、チャンクスよね。そうそう、だからそこでいろいろここの年のオフ会だとかの中に1回しか参加してない僕の親友の名前を書いてくれてるんですよ。だから僕的には個人的に思い出がすごい強くて、これを着てくると、まあ、ジマさんも一緒に帰ってこれたのかなっていう思いがあって、僕個人的にはブルーホリックが違います。あとね、ちょっとマニアックなところに行くと、はい、面白いのです、結構面白いです。皆さん忘れてる、忘れてる、僕は知ってるやつかな、こんなんね、ライフタイムバディ、ライフタイムバディのロウソクみたいについてるやつ、ね、はいはい、これ覚えてるね。もう僕ライフタイムバディは3種類しか持ってるんですよ、黒とオレンジと緑。 あとね、この幻のね、これね、パラダイス、ね、パラダイスの別色バージョンね。僕パラダイスは黄色しか持ってないんですけど、これはね、僕の記憶だとジマさんの初参加の時パラダイスで、そうジマさんがね、あの黄色のパラダイスめっちゃ着てたんですよね。決まってても面白い。めっちゃ着てた。ジマさんが生きてたらもう5枚ぐらい頼んどかないいつも着るよと。あとはこれもあったね、こうシンプルな、あ、割とそれ新しいやつですね。カレッジキュウリね、それシンプルカレッジキュウリ絶対持ってる。僕ね、これのめっちゃマニアックなやつ持ってて、おっとマウント、あのね、発注したらメーカーが生地間違えて、あのそれ普通ののっぺらしたグレーなんですけど、のっぺらって言い方悪いですけど、そのあの単色のグレーなんですけど、木グレーの生地を上げてきよったんですよ、はいはいはい、間違って逆にお取り置きくださいっていうやつね、うん、そう逆に良かったよね、それは。僕しか持ってないやつです。これあの初代プロトタイプの試作やね。あ、それ。あそこまでもらったよ、後で。これ試作。ほぼ誰も持ってない。報告したんですよ。報告してないね、これね。あれ、それ持ってるような気がする。これ幻。僕ね、番外編いきましょうか。はい。番外編お願いします。はい。何ですか。お願いします。ドゥルドゥル。ドゥルルルル。番外編ドン。立命館大学の T シャツ。なんか TBS さんが立命の同級生っていうか卒業生一緒に来て、あの R T シャツ、あのそうそう、あの
前浜ビーチのシャワー浴びるところの前で立命の T シャツ着とったんですよ。それ全然コミュニティちゃうんで、もあれ好きなんですよ、番外編、立命館大学の T シャツ好きです。これもあったね。ああ、はい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 、これね、はい、最近の藍染めにしてるやつ、そうそう、これコラボのやつね、リディンブルー、ブルーこれ好きです。これ、あ、リディンブルーのこと忘れとった俺、これ最後、これで僕はもう終わり。リディンブルーは相当気に入ってます。あの染まりすぎてダラったらちょっと色移りするぐらいのね、これね、これね、ブチ君、はい、あ、すいません部長、このリディンブルーのこの藍染めでしたっけ、うん、これを僕ね普通に調べてネットで、はい、1万5000円ぐらいするからね、普通のこのクオリティのやつ買おうと思ったら、一枚一枚あの手染めしてもらってるから、これとかも全部一枚一枚手絞り、手絞りやからね。おお、すごいすごいすごい。それ5000円ぐらい。そうそうそう。そうでしたよね。それはもう友達価格でやってるから。そう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 。じゃあということでね、今日はティナ宮古島のベストティーということでやってみましたけど、次回は2024はあるのかな？ね、あるのかな2024年、まあ、グッチ代表に聞いてください。グッチ代表じゃん、グッチ、グッチ新代表、あ、一回そういう時もあったよね、グッチが仕切ってみるのかみたいなのやりましたよね。ありましたっけ、ありましたよね、やれんのかっつって、もう何分の動画なの、やるのか、10分45秒、ちょい、あの覚えてるよ、宮古島温泉に行って露天のとこに行ってお前できんのかみたいな、覚えてます、宮古島のシギラ温泉か上がってた上にありません、シギラ あのなんやボードつながって、ああ、やられましたね、風呂の方の上に露天みたいなのがあって、そうお前できんのかって覚えてる、こっちはやれんのかみたいなあったよね、なんか覚えてるような覚えてないな、ありがとうございました。ティダベスト T シャツ5でした、ありがとうございます、ありがとうございました。I never made it, but I know I